皆さんこんにちは。全身チャンネル第49回、本日は11月17日に免状不実記載でっち上げで同氏が不当逮捕されたことに抗議し、東京地裁前に宣伝活動に来ています。政治的な弾圧、政治的な逮捕、すべての国民に対する萎縮効果、それ以外の理由はこの逮捕には存在しません。裁判所は直ちに圭さんを釈放するべきであるし、公安警察のようなふざけた組織は直ちに解体されるべきです。今回の前身はこちらです。兄弟ででっち上げ弾圧を粉砕、完全黙秘、非天候の戦いの勝利、安倍山際総長打倒の大学ゼネストへ。11月17日に安田篤君、安津亮介君の釈放を勝ち取り、兄弟ではすぐさま2人を先頭に山際総長、川添副学長への反撃が叩きつけられています。次の記事です。星野さん、大阪さん解放へ、 11.26 全国集会に総結集を。11月26日に東京で星野全国集会とデモが戦われます。星野さんは沖縄の永久核基地化を止めるために沖縄返還協定批准阻止の1971年 11.14 渋谷暴動闘争を先頭で戦いました。それゆえに機動隊員死亡の実行犯にでっち上げられ、物的証拠も一切ないまま無期懲役判決を受け、不当逮捕以来43年間も人間が人間らしく生きられる社会を訴え戦っています。43年間の超長期投獄はあまりにも不当です。無期懲役者釈放を検討する厚生保護委員会での審議も始まろうとしています。星野解放は全国の労働者人民の決起にかかっています。 11.26 星野集会とデモで無実の星野さんと大阪正明さんの解放を勝ち取ろう。全身の定期購読よろしくお願いします。